皆様、続きましてひまわりでございます。よろしくお願いします。はい、喋ってるからいいよ。あの、キミッチュがチューニングしてる間に私が勝手に喋りたいと思います。多分初めましてか2度目ましての方が多いと思うんですが、私ポンコと、君島大輔君、君っちょを合わせてひまわりというユニットをですね、夏の日谷祭りから、さっきのカモンさんがねリベンジしたいと言ってたライブなんですが、そこで初めてユニットを組みまして、今回ナスウェブプレゼンツということでお時間を少々いただきましたので、ちょっと歌わせていただきたいと思います。よろしくお願いします。あの、日谷祭りではね、カバーが全部だったんですけど、今回はオリジナル曲を1曲だけ作ってきましたので、聴いていただければと思いますが、大丈夫かい？いいよ。いい感じですか？はい、いいと思います。じゃあ、まずはですね、夕涼みという日谷祭りの時も歌ったんですが、この曲からいきたいと思います。いいよ。あ、俺が弾いた。え、そうだよね。止まっちゃったよ。そうでした。そうでした。じゃあ、お願いします。お願いします。
ゆすずみでした。ちょっと夏の歌なんで季節感が違ったんですが、まあ、もうすぐ夕方ということでご勘弁いただきたいと思います。入り口結構皆さんわらわらっとされているんですが、中あったかいんでよかったらぜひ入ってください。中奥の方が結構あったかいので、ぜひ、まあ、蒸れていただくとね、外から人が集まっていいかなと思うんですが、私ナスウェーブ枠で出させていただいているのはですね、ナスウェーブで番組を一つ持っておりまして、水曜ポンコツ TV という番組を、各週水曜日の夜の9時からやっております。なんと年内最終放送がですね、かわいそうなことに12月24日のクリスマスイブになりまして、自宅から一人寂しく放送しようと思ってますので、ね、暇な人いないんだよね、きみちょね。ここにいる人は大体よろしくやってると思う。そう、みんなよろしくやってると思うので、よろしくやってない方はお暇でしたらぜひ、さっきカモンさん言ってたナスウェーブを検索していただいてですね、哀れなポンコのお相手をしていただけると嬉しいなと思っております。よろしくお願いいたします。かわいそうでしょ、12月24日一人で喋んなくちゃいけないんですよ、1時間。でも芸能人はさ、大体みんなテレビとかでさ、収録とかで、そうね、その視聴者のためにそうね頑張ってるじゃん。そうね、我々はそういう立ち位置にいるってことさ。そっか、じゃあ売れっ子っていうことでいいか。うんって言ってね、ね、うん、うん、じゃあそういうことにしましょう。ライブっていうのはお客さんの、反応で、そうです、良くも悪くもなりますんで、寒くなるか暖かくなるか決まりますので、ぜひホカホカにしていただきたいんですが、まあ、じゃあホカホカの歌をじゃあいきますかね。次はホカホカな歌をいきたいと思います。知ってる人もいるかな、お願いします。世界一ご飯って歌です。上京して6年、東京暮らしにもだいぶ慣れた。友達もいるし忙しくしてるし、そんなに寂しくはない。頑張った時とかたまには高いレストランに行って気分にご飯あげたりしてるし、割と元気だよ。でもどっか心の中にぽっかり空いてる、この穴埋めてくれるのはなんてことない。ママのご飯、懐かしいふるさとの匂い、さあお家に帰ろう。好きじゃないんだって、全て一人で泣いて悲しくなって困らせてたよね。でも私が辛い時は同じように辛い思いさせてた。
しいママの味。もう一回いきます。世界一ご飯、ママが作ったご飯、どんな高級料理も勝てないんだ。笑顔になるのはきっと愛があるから。世界一おいしいママの味。私のママは世界で一番。手拍子がもらえるというのは非常に嬉しいですね。ちょっとテンションも勝手に一人で上がってました。ありがとうございました。これは上村かなさんの曲のカバーです。シチューかなんかのね CM、 去年使われてたやつです。はぁ、あ、緊張しております。なんか喋るのは割と私平気なんですけど、なんか歌うのはとっても緊張するんですけど、君っちは逆、歌う方が楽。両方楽。あ、両方楽。さすが先輩は違いますね。まだ時間、あ、ちょうどいいかな。はい、いやでもなんかね時間がね割といい感じなので、次で最後になっちゃうんですけど、あ、そうだ、告知をしよう。お、そう、あの実は次のライブがなんとですね、こんなひまわりですが、あのお声掛けいただきまして決まっておりまして、12月の28日です。時間がまだちょっと分かってないんですが、那須にあるエコガレージ守屋さんというところで、うん、と年越し大晦日違う、大晦日ライブ、大晦日忘年会で、忘年会、あ、忘年会ライブというのがありまして、そこに、カモンさんと一緒にお呼ばれしております。カモンさんとひまわりとで、あの那須ウェブがまたあのジャックしに行きますのでお時間のある方はぜひ28日ですね、3時ぐらいから夜の11時ぐらいまでやってるらしいんですけど、あのお暇な方はフラッと来ていただけると、いろんなミュージシャンの方来てますので楽しんでいただけるかと思います。よし、じゃあ今日なんか変な緊張感があるね。緊張してるの、緊張してる、多分緊張してるの、お客さんの方が緊張してると思うよ。それ、うん、ありがとう、前見て頑張ります。では最後にオリジナル曲なんですが、変なの来た、変なの、あ、牛がいる、牛じゃない、なんかゆるキャラがうろうろしてます ね。ゆるキャラもぜひ聞いてってください。お耳ついてるみたいなんでぜひ聞いてってください。なんか、あ、来た来た、あ、お馬さんですね。何のキャラクター、お馬さんですね。こんにちは、こんにちは、イエイイエイ。何のキャラクターなの。お名前がゆるキャラでクロロです。クロロくんです、ありがとうございます。クロロ原のゆるキャラだそうです。ゲストっぽくなりました。可愛いです、お馬さんです。ちょっと君ちゃん写真撮ってますけどね、ステージの上から。あ、今注目です、皆さんシャッターチャンスですね。じゃあうちら勝手に進めましょうか。僕らより目立たないでください。最後、番組で冬のひまわりというオリジナル曲を作りますと言ったがために、キャンドルナイトに合わせて曲を作ってまいりました。作詞がポンコ、作曲キミッチョです。最後聴いてください、冬のひまわり。もう行くんだ、え、行かない、いいよ、もう一回やろっか。なんか歌のなんか作ったエピソードとかなかった、作ったエピソード、可愛くない、あ、そうですね、私が先に作詞をしてって言われて作詞をしたんですけど、なんかとりあえずバーって書いたんですけど、すごくたくさんダメが出て、でカモンさんからもいっぱいダメが出て、うんうん言いながら書き直してるうちに曲が出来上がってきて、でそれをまた二人でね直し直し、先週ですね歌詞が出来上がったのが本当に。でそっからね歌詞を覚えて歌ったらまたダメがいっぱい出たので、それも修正しながら頑張って1ヶ月ぐらいでもできました ね。練習の成果をうまくできるように頑張りたいと思いますので、皆さん、よかったら拍手ください。ありがとうございます。
煽っちゃった。悪くても拍手ください。よろしくじゃあ行きます。はい、では最後の曲になります。冬のひまわりお聴きください。あ、チューニングさせた。なんかチューニングがおかしかったようなので、またポンコが勝手におしゃべりタイムを設けたいと思います。このキャンドルナイト、去年終わったら雪がね降ってたんですよ。で、打ち上げ終わって起きたら一面真っ白でね、ノーマルタイヤの私はうんうん言いながら帰ったんですが、今年雪と言ってたよ割にはね、晴れてたので、これからなんかね、怪しい雲が那須の向こうからどんどんやってきそうですが、足元には皆さんお気をつけてお帰りください。まだまだ長いのでね、ぜひ、7時、8時ぐらいまで楽しんでいっていただければと思います。じゃあ行きましょう。いいっすか。いいえ。では最後の曲です。冬のひまわり。
しめる強さ、いつか持ってたなら、どこまでも続いてく黄色いうねり、青く澄んだ故郷の空に、はしゃいで夢を追いかけた、ひまわりみたいに強くしなやかに、今がどんなに寒くても大きな花咲かせてみせる、自分らしくあればいい、私は冬のひまわり、私は冬のひまわり。ぜひまたどこかでお目にかかれたらと思います、ありがとうございました。ありがとうございました。